はい、未読です。フラジールですね。始めたらすぐにボイスが入ったので、これですね、お腹が空いたからって変な虫とか食べないでくださいねって言われました。さすがに変な虫は食べないよ。ちょっとこの、猫、あ、ゲ、竹刀壊れてる。マジか。そこ、困ったな、それ。すねこ。あ、よ、あ、なんだ。寄ってきたのかと思った。あれ、いなくなっちゃったかな。よいしょ。ほら。この子も来てくんないのか。どうしよう。竹刀壊れてる。わあ、いけるのか、これ。この壊れた竹刀で。あれ？ちょっと待って。うわあ、ちょっと怖いなあ。ここ初めてのところ。うわあ、怖い。行くか。行ける？行けるか、これ。怖いぞ、本当に。マジで怖い。どっち行けばいいんだろう。いやもうさ、絶対なんか出てくるでしょ、これ。あ、なんかある。謎のアイテム。なんだろう。いやー、もう、地下商店街も暗かったけど、もうさらになんかこっちの方が暗い。うわ、もう絶対なんか出るでしょう。この雰囲気。あれ、いけないんですけど。なんだこれ、迷路か？いけない。あれ？戻ってきちゃう。どっちだよ。わからん。ここ、ね、壊すんだ。なんか壊せそう。あ、いけた。ああ、武器が欲しい。とにかく、外にね、出たい。早く。あ、なんだ？これいける。何ここ？いけたけど。ちょっとこっちの方が怖くないか？あー、どうしよう。本当に怖いんだけど。あ、うわ、ちょっと待って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 。今までと違う声が。うわ、マジかよ。また新しいの？ちょっと待って、本当に。怖い。ちょっと待って。待って。武器が。ごめんなさい。本当にごめんなさい。武器がね、壊れてるから倒せないの。いやー、マジか。ここで来たか。これ。来ちゃった。うーわ。伸ばさなくていいから、本当に。いいから、もう、本当に。もう、バカ、もう来ないでいい。これ無視していける？あ、いけんじゃん。わあ、怖かった。本当に怖かった。もうごめんなさい、本当に。いやー、怖すぎるだろう。もうね、竹刀壊れてるから、本当敵出てほしくない、本当に。見て見て、ここにも落書きがある。なんだろう、カラスかな。なんだかかわいいよ。私にはちょっと怖い感じに見えますけど。そうかな、かわいいよ。いいえ、怖いです。 怖いです。何がおかしいんですか？何かおかしいですか？なんでもないよ。はあ、でも間違いなくここには最近まで誰かがいたようですね。落書きの感じがひどく新しいです。この近くにあの子がいるのかもしれない。はい。おう、本当？いるのかな？あれ、ちょっと、どっちから来たっけ？嘘？それだけ？あれ、ここ開かないのかな？開きそうだ。だから開けて。外で出れるのかと思ったら、あ、うーっているね。
ワンコロだね。こわ。あ、いた。よし。大丈夫よ。もうさっきのね、さっきのやつに比べたらもう、全然平気よ。ただ、竹刀が壊れてるのだけが。そう、竹刀、ちょっとどうにかしたいな。いやーもうこの武器で行くのか。すごい。何この不安。いやー出れんじゃないかこれ。もしかして。外に。あ、外には出てないけど焚き火ポイント。ここにアイテム屋さん来てくれるかな。早く温まらなきゃ。へー。辞書、さっき拾ったやつですね。どこを引いても見つからない。どう表現すればいい。この悔しさはどこをめくってもわからない。この中のどの言葉を用いても説明することができない。いや違う、見慣れたページには偽りの意味しか記されていない。今となっては言葉の意味すら変わり果てた。見果ての夢とともに奪われてしまった。もはや膨大な言葉は必要ない。ただ一つ、これを除いて明日存在しないもの。なんだろう。ちょっとセーブしとこうかな。はい、セーブしました。アイテム屋さん出てくんないの？嘘。マジ？ちょっともう一回。まあ来てくんないんかい。わあタイミング悪いな。この市内で行けってこと？壊れてんのに。マジで？どっち行けばいいんだろう。めっちゃ広いけど。めっちゃ広いけど、どうしよう。こっち？なんか、下行くのか？なんだろう。なんか、ボロボロだけど。すごく壊れる床。崩れそうな足元のさらに危ないところは、普通に歩いていても崩れて床が抜けてしまうことも。ヌンチャクのコントロールスティックを微妙に傾け、忍び足でゆっくりゆっくり歩いてくださいね。くれぐれもお気をつけて。なるほど。崩れちゃうから、怖っ。そういうことか。でもゆっくり歩いたけどダメ？あ、ちょっと、これで、もうかなり、ゆっくり歩かなきゃダメなんだ。こんな感じかな。そう。どうこれで。うわあめっちゃ怖いわ。あ、これなら大丈夫だ。落ちちゃうんだね。床が抜けて。よし、いいでしょ。行こうよ。どんどん行きたい。クラゲでありますように。あ、よしよし。もうクラゲちゃん平気、あなたは平気。でもね、もう何度も言ってるけど竹刀が壊れてるの。だから先に行く。相手してる暇はないの。あー、ここも廃墟のところどころにはゆっくり歩かないと抜けてしまう危険、危ない床があります。走り抜けようとして床が崩れると思わぬダメージを受けてしまいます。ヌンチャクのコントロールスティックを微妙に傾け、ゆっくり通り過ぎるか、しゃがんで通るのも一つの手です。なるほど。しゃがんで通ろう。しゃがんでもいいんだね。わあもうすごい。ガチャガチャいってる。壊れてるから。いやー。とりあえず不安だな。武器がどこ行きゃいいんだろう。あれ？また？
絶対ここも抜けるでしょ、間違いなく。怖いよ。すごいゆっくり歩いてるけど。あ、抜けそう。危ない危ない。ゆっくり行こうよ。よし。なんかぐるっと回ってきただけじゃない？ね。ぐるっと回ってきたよね。ってことはこっちなのかな。下行っちゃうけどいいのかな。あっ、あーびっくりした。もう超ドキッとした、その声。あっ、え、ちょ待って、ちょっと死にそうなんだけど。あっ、マジか。なんで。はい、じゃあここからスタート。またちょっと死んじゃったんで、死んじゃったので、ここからもう一回ね。なんかセーブしたところにまた戻っちゃったんで。よし、昨日、あ、いやー、昨日棒でいいよ。壊れてるよりマシだよね、きっと。よし、昨日棒で行ってみよう。でこっちは、あ、嘘、行き止まりかい。マジか。あー、なんか全然進めなかったな。結局なんか戻ってきちゃったし。こっちはまだ行ってないっけ。あ、こっち行ってないか。うん、行ってないね。なんだろう、あ、なに、あ、なんでもなかった。なんか落ちてるように見えた。あ、なんかここ入れんじゃないか。あ、嫌な予感。え、やっぱり、やっぱりね、絶対嫌な予感したもん。どこよ、出てきなさいよ。ちょっとしゃがんじゃったよ。どこ、卑怯だな、その声だけって。非常に卑怯だな。あれ、これどうやって取るんだろう。あ、いたいた。うー、あー、ほらほらほら、もう良くないから、怖いからやめて。本当にいっぱいいる。うわ、超鳥肌、超鳥肌。いや、いや、怖い。怖い。ほんと勘弁してください。すいません。ほんとにごめんなさい。ほんとに無理なんです。ほんとに。いや、怖いわ。もうよ、もうね、なんか、部屋の中に入ったら この子たちがいるんだなってなんか予想できたから怖い。いや、どこにいるの。あー、もう本当に頼むわ。どこどこ。あ、オッケー。うわ、マジですか。木の棒壊れちゃった。うわー、怖かった。あれ、取れない、取れないけど、あれ、荷物がいっぱいってわけでもなさそうだけど、取れないね。どうすればいいのね、わかんない。どうすんの、取れないけど。これなんかあるんだけど、どうやって取ればいいの。これ壊せないし、だって何、無意味だったわけじゃないよね。あ、これか、こうやって取るのか。怖かった。じゃあちょっと時間なので、ここでもう今回は終わりたいと思います。申し訳ありません、本当に。じゃあ、この辺で終わります。ありがとうございました。みとくでした。